モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております、はい、今週も大賞に輝いた方には久留米のフルーツショップ飯田屋セレクト、熊本の甘いスイカ紅枕 2L サイズ2玉6000円相当プレゼント。やったー、15キロですよ、はい、すんごい量の重たいスイカがドンドンと送られてきます。多分一家総出で食べても、1玉2、3日かかるんじゃないか15キロですからね、2つでね。そうですね。なのでよかったら、まあ、近所の人呼んでねスイカパーティーしていただければなというふうに思います。おもろい家族で大賞取ったのよっていうことでね、わーってこう盛り上がれば、またそれはそれでね楽しいのかなっていうことで、さあそれではね、まあ稲川さんのね、背筋の凍るでも優しい階段、はい、稲川階段があったのでね、なんかまたね空気が変わったなっていうふうに思うんですけれども、ここからはもうおもろい家族でドーンと行きたいなというふうに思いますよ。こちら男性の方からいただきました。すすむさんでいいのかな。中地岡本さん、おはようございます。おはようございます。初めてメッセージいたします。ありがとうございます。九十の美山霧島の見頃を迎えるこの時期に思い出すことがあって、それはコロナ前のこと。下山した後温泉で体を洗っていた時のことなんです。近くの人のお湯がひっきりなしに自分にかかってくる。銭湯や温泉ではよくあること。すぐに止むだろうと思っていたんですが、なかなか止まない。ひっきりなしにずっと近くの人のお湯がかかってくる。恐る恐るお湯の来る右後方を見てみたら、中年の男性が猫背気味に足を開いて股間にシャワーを当ててそのしぶきがずっと私いやだなそれなに一物やその下のホールを洗ったお湯が俺に飛び散っているの。洗い直さなくっちゃ。慌てるな、股間の障害物に触れたお湯がここまで届くわけはない。汚れを知らない綺麗なお湯の方が届いているはずだと自分を納得させたものの、浴室を出るときにシャワーをいつも以上に念入りに浴びたことは言うまでもありません。さて今年は混み合う土日を避けて6月5日月曜日、この前の月曜日に肘岳に登りました。下山した後九段の温泉で洗い場に人がいなくなるのを見計らって検証したんです。まず飛距離、斜め後ろからでも十分に届く2メートル以上だから自分で股間をやってみたっていうことですね。シャワーを当てて本当にこう飛んでるかどうかっていうね、まず飛距離、斜め後ろからでも十分に届く2メートル以上記録シャワーヘッドの穴の半分程度が目詰まりしているので、開いている穴からは勢いよく噴出されているみたいです。次に心地よさ、痛くて3秒と当てていられません。水量を調整すればよかったのでしょうが、やっていることのバカバカしさにそこでおしまい。いやー本当に皆さん、公衆浴場でシャワーを浴びるとき気をつけてくださいなかなかないですよそういうことね。嫌だよな、他人のポコティンで、一旦当たったものがバウンドしてきてるんでしょ。嫌ですよ俺だったら言うちょっとちょっとってもう現行犯で、現行犯でね、その場でね、ちょっとってそれはいかんだろうって俺だったら言います。夢中で洗ってたんでしょうねその方もねいやいや、そんなに夢中で洗うほどそんなに汚れるもんでもないでしょ、まあ、そうですね、そうでしょさあそれからね
雰囲気変わりましたね、一気に触れ幅がすごいですねよし、じゃあこれいくぞ。女性だからいいかなということでね、香里さん、中地、岡本さん、おはようございます。おはようございます。朝の爽やかな時間じゃとてもじゃないけど危ないネタなので、読まれない覚悟でお送りしています。どなたかが少しでもクスッとなっていただければ幸いです。40歳、再婚同士の私たち夫婦、夫は私をすごく大切にしてくれてます。家事も育児も何にも言わなくても進んでやってくれて、仕事もバリッとこなしてくれる本当にいい男。友人にも本当にいい人に出会えたねと羨ましがられています。私を喜ばせるために話題のスイーツを買ってきてくれたり、休日はおしゃれなカフェや綺麗な景色を店にいろんな場所に連れてってくれる素敵な人。一方私、結婚前はキャリアアップを目指して仕事をバリバリこなす頑張り屋さん。しかし今は毎日ほぼほぼ自宅に引きこもり、ゴロ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 と寝ている自宅警備員。出会った頃より10キロ増量いいんです、痩せてはいけない、いいんです。そうですね、出会った頃より10キロ増量。出会いから時間が経過したってこともあって、だんだん素の自分を見せられるようになってきて、一緒にいることが当たり前になって、夫が大切という気持ちに変わりはないんだけど、それを日に日に態度に表さなくなってきてしまったというか、最近夫に話しかけられても素っ気なくしてしまって、そんな中この前のゴールデンウィーク中に結婚記念日を迎えたんです。夫からのサプライズで素敵なレストランで食事をして、とってもいい時間を過ごしました。改めてこの人と結婚して本当に幸せだなと実感。その翌日朝起きるや否や、ベッドの上でこの幸せに対する感謝の気持ちを夫にちゃんと伝えなきゃと、突然神様が私の背中を押してくれたんです。私は夫への私の気持ちを伝えることにしました。横になってる夫の背中に語りかける私、昨日はすごく素敵な時間をありがとう、私のことをいつも考えてくれて本当に感謝しているし、とっても幸せです。私はいつも、あなたはいつも私のことを考えてくれているのに、私はいつもあなたのチンチンのことしか考えてなかったあなたはいつも私に優しく触れてくれるのに、私はいつもあなたのチンチンしか触ろうとしなかったあなたはいつも私の目を見て話をしてくれているのに、私はいつもあなたのチンチンを見て話してたあなたのそれは大好きだけど、これからはそれだけじゃなく、こんなに幸せにしてくれるあなたをずっと大切にしていきます。神妙な面持ちで話す私に夫は爆笑。まあそれも男としては名誉なことだから大丈夫だよお付き合いが始まった頃、結婚してすぐの頃、私はこんな人間じゃなかったはず。いつから私はこんな下ネタ人間になってしまったのか今は性欲を失ってしまった私ですが、私から性欲を取ったら何にも残らんよね、ごめんねと言ったら、たくさんいろんなものが残るよと抱き寄せてくれる夫が大好きです。自宅で油断して歩いていると、夫に頻繁に全力のズリパンをしてしまう私しかしズボンとパンツを上げる夫の姿がなんだか情けなく見えて、上げんでいいけん家の中では振りちんでいて、そしたら私にズボンを下ろされることもないやろと勧めている、そんな毎日であります。はい、私とっても幸せです。分からないですね、なんなんだろうねだからこの旦那さんと結婚して、ですごくすごく幸せで、自分じゃ気づかなかったけれども、下ネタも全然恥ずかしげもなく、なんか言えるようになったっていう、そういうことなのかな、分からないですね。もう本当にこう普段からパンツずらしたいっていうことなんですよねだからでも性欲はないとどんなメッセージやね稲川さんのあの素晴らしい会談の後に本当ですよ